はい、どうも高田健志です。よろしくお願いします。イージスでやっていこうかなと思ってんねやけども、まあまあとりあえず10戦したんですけど、まあデッキ見てもらおうか。まあこうなっております。まあやろうか。とりあえず用途としてはイージス行くまでに、まあ、盤面を処理しながら陽光で粘ってイージス出して勝つ、まあそういう予定だったんだけどもね。まあやろう。クソウィッチが嫌なんだよ。クソウィッチが超越ウィッチ、ちょっと再ゲームどうにかしてくださいね。はい、お、ビショップか。相手も先行、はい、でもイージスと見ていいかな。あ、とりあえずテミスいらない、これ置いとくか。あー、なんかね、いや10戦一勝やけども、引きが良くないんすよ。単純に引き負けがあるから、その実力で負けてるというよりどちらかというと引きで、だカードゲームだからね、それは9回連続引きがね、良くないこともあるでしょ。ポーカーやったら勝ってるな、これ。多分ちょっと見してみ。ポーカーやったら勝ってる。ん？失踪？失踪かい？何にもできない。だかよ。どうしよう、次これ来たら。神魔裁判所来たらどうしよう。神魔裁判所ポーカー、なるほど。まあとりあえずこのターンにこれ出してくるのか。あんまエンハー溜まってないもんね、まあ、これ単純に普通に素出しでも強いもんな。そうだね。まあイージス引ければこれはワンチャンスあんじゃん。これをね入れたのが俺なりのオリジナリティなんですけどね。割と使う場面あるんだけど、これで決めます。お、あ、オクトパスビショップか。もう一本。まあまあでもそれは消えてもらうけど、おおおおお、イージス引けばいけんじゃないのこれ。67、イージス引けばいけるっしょ。手水でぶっ飛ばして、いや審判出してもええかな。好転審判でもいいかも。あ、でもまあここなんか出してくるやろから、あ、でもテミス警戒してくるかな。いや、テミスでいいんじゃないの。俺は勝ち。イージスさえ引けば。イージス引け。ふい。あー、でもこんだけ除去揃ってたらいけそうだけどな。まあ、とりあえず飛ばすか。これでイージス持ってこようか、とりあえず。おい、おい。まあまあ、盤面出す必要ないよね。除去カードと守護がある。除去だらけだから、さすがに相手もしんどいと思うけど。ちゃんと歌えるかな。歌えないよ。あ、来た！ちょっと待てよ。こう、で、これ消して、で守護を置くって感じかな。で相手次のターン出しづらいでしょ。いやー、これイージス来たらこれ勝てるだろ。勝った勝った、あざっす。いや、これはもう満身してもいいでしょ。こんだけ除去カードもあるし、さすがにな。おうおう、回復処刑を勝手に。がなくても、いや、これ守護並べて、え、相手なんで最後に近づけさせません。いや、さすがにテミスとかも何も効かないから、次のターンイージス置けるっしょこれ。まあ出しちゃっていいよな、出しちゃっていいよ。え、なんなんだ、誰にも邪魔できません。ここでテミス打ってきてくれたら、テミス、テミス、テミス、ほいほい、来い来い、テミス、おろ、よし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 、だったらイージス置きやすいから。あ、やった。いや、これは勝ったわ。あざっす。かっけえ。よっしゃ、第1戦目に勝てる。いや、こっからさすがに負けないだろう。もう降参した方がええんちゃう。
無理だろ、突破できねえだろ。おい、どうする。やべえ、めっちゃ楽しいぞ。めっちゃ楽しいぞ。だってこれ次よったらテミス打つだけだもんね。俺テミス打って守りておくだけだから。おっと、効果を知らないのかい。あ、そうなんだ、ごめんなさい、俺が効果知らなかった。ごめん、復讐、ごめんごめん、俺が効果知らなかった。まさ、うぃー、いや気持ちいい、これ。私はこれは気持ちいいな。あ、進化するか。これで決めます。これは気持ちいい。突破できないでしょ、さすがに。もう守護まで置かれてるし。これですよ、イージスビショップ。守護と、なんだっけ、除去で粘り切って勝つ。よっしゃこれ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 が俺のやりたかったこと。いいね。いや、見せれてよかった。ちょっと負け続いてたからね。やっぱ手札の問題だよ。イージスさえちゃんと引ければやっぱ勝てる。はい、2戦目お願いします。ん、名前何やって書いてあった。光があなたを導くでしょう。よし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 。あ、いいね。置いとくか。いや、あー、にゃん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 、置いとこう。これね、でもね、陽光も入れてるからイージスだけのデッキじゃないんだよね。おっと、これこれこれ目指すべき。しかも先行でこれは嬉しすぎる。何もしないで、お願い。まあ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 、手札と相談で。ああ、いいねいいね、守り手いいよいいよ。プリプリで裁判所持ってこれたらでかい。死の方を犯すな。あー、どうしようかな。うーん、どうしようかな。これか、これなんかあんまり見たことない、見かけない。うーん、守り手でもいいんだけど、消しとか。いや、これ4、5ターン目きついな。いや、プリプリかな、プリプリ。いやー、でもそれだと顔での打点きついな。3点相手16でしょ。いや、きついな。守り、いや、悩ましいな、これ。プリプリで神魔裁判所持ってきてくれるとでかいんだけど、まあプリプリでいくか。ああ、ありがとう。よし、これやりたいことが今のところできてる。さらせ、その反骨を。さらっとワードだったら消滅はさせたくないな。あ、消滅じゃない、破壊させたくないね。ラストワード発動しちゃうのって、まあこう取って法典で飛ばすかな。裁判所は破壊だから、まあ顔への打点きついけど、なんとか守り6ターン7ターン守りきれないかな。あれ？ヘイ、バッドバイ。あれ？あれ？ちょっと見なかったことにします。今の忘れてください。どう、もうこの動画なしにしよう。ちゃんと歌えるかな？我が願いを聞き届けたまえ。
法を犯すな。ワンチャンあるんじゃない？でも全然勝てへんとかされてなかったけど、あれだろ、あれ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 これあるこれある、また相手手札2枚でしょ、ある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 あー、大衆道場引け、あーないか、ないのか、やだやだ、ないのはやだ、4点出ちゃうから、いや、ある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 、主語を置いて、残念、野心様に近づけさせません、粘りきれ粘りきれ、まだあるまだあるまだある、鉄の塔もあるし、見せてあげる、4点出るから、手札から4点出るから、耳ここあるから、よしよしよし、はい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 、で今耳ここプラス1枚だから、ちょっと待てよ、まず鉄槌の僧侶、テミスはどこだ、悪名はそこまでじゃ、守護もあるし、まずはこっちから、いやこれいけんじゃないか、大逆転あるぞ、様の弱点ビシッと見えたぞ、で神魔裁判所聞いてるから、相手はフォロワー多分1万しかない、耳ここプラス1だから、ここで1万入ってきて、これが神引きじゃなければ、ルナの負け、よっしゃよっしゃ、よし、どんなもんじゃ、あなたが救われることを祈っています、危ねえ、どうしよう、俺途中何も喋ってなかったぞ、何してたっけな、なんか変なこと言うてないかな、ちょっと後で確認しよう、はい、3戦目よろしくお願いします、ちょっとさっきのにわかプレイを見せちゃったのがめっちゃ恥ずかしいな、あそこだけモザイクかけときたいな、永久の安寧を与えましょう、なるほど、先行だもんな、まあ、鉄槌の僧侶はいらない、守り手はビショップ相手でしょ、相手がどういう形かだよな、全マリでいっかな。オッケーオッケー。こっちの方がいいね。こっちの方がいい。先行だったらとりあえず、スネプリは使いやすいから。あー、いいじゃんいいじゃん。守り手も入った。ありあり。ありありのありやな。これはだいぶ展開しやすい。イージス来てくれれば、まあでもちょっと除去が足りないから、イージス前に相手の場面削っとかないと結局変わる。打点取られて負けてまうから、疾走か多いな、こっちの形の方が疾走と言っていいのかどうかはよく分かんない、うん、まあ、とりあえず裁判所大きいっすね、まあこれがあんまり機能しないかな、相手的に、これは法典で飛ばしてスネプリかな、野心様には近づけさせます、誰にも邪魔できませんわ、バイバイ、イージス引かなきゃちょっと決定力がないかな、相手もビショップだから、まあ削り切れるだろうし、貴様の弱点ビシッと見えたぞ、まあでも守護の本能でかいから裁判所置いてでいいよね、裁判所置いてとりあえず、まあ裁判所置くしかない、何でこれ進化した、あでも44出てきて66殴られる、3残るから結局これじゃ飛ばないし、あ、でも待てよ、進化し、次のターン、神魔裁判所
出さなきゃきついんだよな。まあ、テミス警戒してくれると楽っちゃ楽なんだ。誰にも邪魔できませんよ。まあここでテミス引ければ何の問題もないんだけど。うわー、それはきついわ。そのアミュきついよな。まあそれは進化だよな。で殴って裁判所が左抜いてくれなきゃめちゃめちゃきつい。イージス切ったか。まあ進化圏切るか。イージス来たならこっち切って、で次のターンが裁判所と守り手でやって9ためイージスって、まあそううまくいかないだろうけどな。こういくしかない。まあこの辺でテミスあたりが入ってくると、まあだいぶこっちの方が楽だけど。シミナちゃんか、鉄槌の僧侶。まあそれだったら裁判所と守り手出して、ちょっと防御を固めておこう。これちょっと五分だね。まだ分かんないと思う。あ？ここステイ？あ、でもテミス来たけど、お前ここステイか。うわ、それな、ちょっと待てよ。なるほどな、裁判所キラーって手札結構重たいってことか。何枚か並べられない。もしくは次のターンこれに合わせて何かを並べたい。でも俺テミスあるから並べられても特に問題ないし。そうなるとこっち側出しておいて除去誘発させるか。鉄槌の僧侶は進化系もいたくてまだ有利に働くから。我が願いを届けたまえ。どっちが正解だったろう。でもテミス、どこだろうな。ここ次のターンテミス切りたいかな。動きが、でも手札重いだろう。何枚か並べるってことは多分できないだろうから。なるほど。進化権全部使い切ってくれたのはありがたい。これいやー違うな。これ鉄槌の僧侶だよな。いや、テミス置いて、テミス切って、相手神魔裁判所気になる、出しづらい。鉄槌の僧侶だと1枚残る。テミスか。いやこれ、テミスだな。ほら、そうすると神魔裁判所警戒して相手ちょっと出しづらいだろうから、そうするとヘブンリーイージスも出しやすいでしょ。次のターン18残ってるからさすがに切っていきやすいはず。まあ相手に先イージス置かれると肩腹痛くなるけど。使命を守るもの、超絶可愛いミーナちゃんにお任せしてね。これ右抜いてほしいな。あ、まあ左でもいいか。あ、この組み合わせ最後、これはもうイージス行こう。さすがに勝ったんじゃないか。ふかしにしてふつい。いや、これ進化圏ちょっと待った、ミスったかも。いや大丈夫だよな、進化圏切ってよかったよな。2ターンかかるのが相手倒しきんのに。いや、まあ大丈夫だな、これだったら。はぁ、精神球、何それ、面白い。お前テミス引け、テミス。あ、何それ、それおもろいやん。私は月に来る獣。いやでもさすがにもろだなこれは。スイー
さすがにモロタだろ。いや、イージス強いぞ、これ。結構活躍、だって、これ動画マジで3発しか取ってないから。私の負けです。オゲー !3 連勝じゃん。いや、これはイージスの良さを見せれてると思うぞ。素晴らしい。あ、ルピー獲得、ありがとうございます。ということで、これが陽光イージス。陽光があまり稼働してないですけど。まあ、除去を多めに積んで、相手の盤面を処理しながら、イージスまで待つと。で、陽光を積むことによって、相手の顔への打点も避けつつ。って感じですかね。はい。ということで、まあ、次もしやるときは、ちょっと別のデッキも使っていこうかなと思います。じゃあ、ここまでご視聴くださって、ありがとうございました。